インマクラーダ、コンセプション・コンチタ・マルティネス・ベルナットは、スペイン・ウエスカ県モンソン出身の女子プロテニス選手。1994年のウィンブルドン女子シングルス、優勝者である。一歳年上のアランチャ・サンチェス・ビカリオと共に、長年にわたり、スペインの女子テニス界をリードしてきたに強豪であった。自己最高ランキングは、シングルス2位、ダブルス7位。WTA ツアーで、 シングルス33勝ダブルス13勝を挙げた。身長170センチメートル、体重59キログラム、右利き。コンチタはコンセプションの相性系のコンチャに縮小字がついたものである。マルチネスの表記揺れも多い。1988年2月にプロ入りし、すぐに世界的な活躍を始める。 1989年の全仏オープンに17歳5ヶ月で初優勝したサンチェスに刺激されて、マルティネスもメキメキと頭角を表した。赤土の多いスペインで育った選手らしく、マルティネスも長い間、クレーコート号車の印象が強かったが、1994年に芝生のウィンブルドン選手権で初の4大大会決勝進出を果たす。その決勝戦で、 マルティネスは同選手権で10勝目を狙ったマルチナ・ナブラチロアを6から4、3から6、6から3のフルセットで破り、スペインの女子テニス選手として最初のウィンブルドンに優勝者になった。当時37歳のナブラチロアはこの大会を最後のウィンブルドン出場にすると明言していたが、ここで優秀の美を飾ることはできなかった。1995年にマルティネスは、 世界ランキングを自己最高の2位に上げ、すべての4大大会で準決勝に勝ち残った。通算対戦成績で、シュテフィグラフに1勝13敗、モニカセレシュに1勝20敗と分が悪く、準決勝で敗退することが多かった。1998年の全豪オープンで4年ぶり2度目の4大大会決勝進出を果たしたが、当時17歳の最年少女王。 マルチナ・ヒンギスに3から6、3から6で敗れる。2000年の全仏オープンで3度目の4、大大会決勝に進出した時は、地元フランスのマリー・ピエルスに2から6、5から7で敗れた。マルティネスは2度、4大大,大会2冠のチャンスを逃したことになる。サンチェスとマルティネスのコンビは、女子国別対抗戦、フェドカップにて無敵の強さを発揮した。1991年、 1993年から1995年の3連覇、1998年の5度優勝を飾っている。3連覇を達成した時期は2人の選手生活の全盛期でもあった。最後の1998年には決勝でスイスのジュネーブに行き、敵地でマルチナ・ヒンギスとパッティ・シュナイダーのコンビを破って優勝した。 ライバルのサンチェスが2002年に31歳で現役を引退した後、マルティネスは2004年のアテネゴリン女子ダブルスでビルヒニアルアノ・パスクアルトのペアで銀メダルを獲得した。女子ダブルス決勝では中国ペアのリアンドマゴテンテン組に3から6、3から6のストレートで敗れている。2005年度もシングルス1勝とダブルス2勝があったが、2006年4月15日、34歳の 誕生日の前日に、現役引退を表明した。同性愛者であることが報道されている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。